東京オリンピック中止の可能性が出てきたんで、この動画撮ってます。えっとた、ニューヨーク、えー、っとアメリカの有力紙、ニューヨーク・タイムズの記事で、その東京オリンピック中止の可能性っていうのが出てたんですね。で、その根拠となってるのが、まあ、河野太郎さんがオリンピック開催、どっちに転ぶかわからないっていうことを言ったりとか、その IOC のカナダの委員の1人が、えー、大会開催の保証はないっていう発言があったと。 で加えて、ワクチン接種っていうのが予定よりも大幅に遅れてると、まあ、これを考えると、東京開催中止は濃厚じゃないかっていうような記事なの、ね、で、世の中の世論調査、日本の世論調査も、もう8割の人がオリンピックは中止もしくは延期が妥当だろうという感じなの、ね、で、その中で12日、森喜朗さんは粛々と予定通りオリンピック開催に向けて準備をしていくって発言しているの、ね、まあまりにもこう世論の 意見とまあ海外の意見とかけ離れたことをおっしゃってはいるとは思うんだけどでね、まあ、オリンピック開催についてその一時期ってさ1940年だよね東京オリンピックっていうのを返上したんだよね日中戦争っていう戦争が長引いた結果オリンピック返上っていう形でね戦争によって平和の最低にあるオリンピックは開催されなかったと。でこのコロナウイルスっていうのもうまちばウイルスと人類との戦争戦いなわけであってまだ戦ってる段階 勝ってない段階でやっぱり平和の祭典であるオリンピックはやっぱ開けないんじゃないかなと思うのね。やっぱりこウイルスを克服しない段階で海外からいろんな人が来ることも不安だし、あのこれによって感染が広まってね死,死んでしまう人が出てしまうってことが一番あってはならないことだと思うから。 そう考えるとねやっぱりこのウイルスを人類を克服して本当にみんなが安心して暮らせるようになってから平和の祭典としてちゃんと盛り上がってオリンピックをするべきなんじゃないのかなとは僕はまあ思うのね。ただねこういう動画見てるとその関係者の方本当アスリートでねすごく頑張ってる方にとってはね本当にイライラされる発言を僕はしてるとは思うんですけど本当に人生変わっちゃうしそのオリンピックにで頑張ってきた方々には本当申し訳ないんですけど やっぱり今年っていうかそのオリンピックっていうのは今言ったような意見で開催はちょっとするべきじゃないんじゃないかなっては僕はねちょっと思うのねでこれによって経済的な損失ってめちゃくちゃすごくてまあ一説にはね3兆5000億円から4兆5000億円の中心にした場合、まあ、そこは日本の経済においてかなりの打撃を被る、まあ、ううわけであってまあいろんな意見があると思うんですよなんでねあの僕はまあこう思ってはいるんですけども皆さんねコメント欄にね まあこの動画見て、そのオリンピック開催について思うことあればね、コメントしてもらえると嬉しいんでね、お願いします。それとね、日々ね、こういう時事ネタ上げていく励みになるんでね、チャンネル登録してない方いらっしゃいましたらね、この動画、このタイミングでチャンネル登録してもらえるとすごく嬉しいんでね、よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。